皆さんこんにちは。僕の名前は樋口。一応、YouTuber だ。もうすぐ20歳の誕生日。そしてこのチャンネルをやり出して1年。そんな記念すべき日に、なぜ僕が YouTuber になったのかを話したいと思う。あんまり面白い話ではないけど、よかったら最後まで聞いてください。2020年冬、僕は中学3年生。すでに受験を終え、高校進学を控えていた。この校の生活はすごく楽しかった。小学校、中学校と長い時間を共に過ごしてきた最高の友達とくだらない話で笑ったり遊んだりしてすごく楽しかった。あの校の自分を一言で表すなら、うるさい陰キャだ。高校生活もこんな感じで楽しい日々が待ってるんだと期待に胸を膨らませていた。こんな日常が続いていくんだとそう思っていた。でも現実は違った。コロナウイルスの蔓延、今まで普通だった日常がウイルスによって変わっていった。そしてついに高校に入学した。入学式はコロナ対策で生徒数を半分にして席の間を空けて行われた。もちろんみんなマスクをつけていた。顔もわからず気軽に話しかけることもできない。楽しみにしていた学校生活もオンライン授業とクラスを半分にして登校する分散登校が学校初日から長いこと続いた。同級生と話す機会なんて滅多になかった。僕は完全に一人ぼっちになった。しょうがないと思った。誰が悪いわけでもないし、強いて言えば時代が悪かった。別に一人でも寂しくない。あの時はそう思っていた。でも今考えると寂しくないと勘違いしていたのかもしれない。心の中に少しずつ不満や不安が溜まっていった。一人で学校生活を送るようになってからこう考えるようになった。ああ、人生こんなもんなんだ。思い通りにいかない人生を受け入れて、ちょっとずつなりたくない大人になっていく。分相応の人生なんだって、勝手に自分で決めつけて。そして一人で過ごす学校生活も慣れていった頃、僕は高校2年生になっていた。高校2年生になったので、自分の進路について考えなければならなくなった。自分がどんな大学に行きたいのか、その大学で何をしたいのか、今までの人生や自分の夢、やりたいこと、将来どんな自分になりたいのか、改めて自分を見つめ直した。何もなかった。憧れや夢があった時期もあったはずだ。でもいつの間にか全部諦めてた。自分には無理だ。頭も良くないし、顔もかっこよくないし、運動も得意じゃない。小さい頃からやってた英会話だってサッカーだって勉強だって全部中途半端だった。自分には何もないことを再確認した。考えたくなくても考えてしまう。お前には無理。調子に乗るなよ。結果見せろよ。情けない。つまんな。高校生になってから自分のことがよくわからなくなった。どんな風に喋ってどんな風に笑ってたのか本当の自分がわからなくなっていた。明日が来るのが嫌だった。毎日が退屈でつまらなかったから。でもこの退屈な日々を作り出したのは自分自身だ。考えれば考えるほど自分のことがわからなくなる。本当にダメだな。現実見ろよ。らしくないことするな。お前は口だけ。考えが甘い。もう黙ってろよ。そんなの自分が一番わかってる。辛かった。こんな思いするくらいならこんな自分が心底嫌いだ。そんな時ある YouTuber に出会った。彼らの名はレジスタンス。まあ一言で言うと四流パチンカする大学生あるある系 YouTuber だ。最初はなんとなく面白いなぁと思って見ていた。でも彼らのことを知れば知るほどレジスタンスのことが好きになっていった。久しぶりに何も考えずに笑えた。面白い動画で笑って、彼らの動画で感動した。映画みたいな生まれ育ちやドラマみたいな過去じゃなくても苦しんでもがいてそれでも前を向いて歩いていく。気づいたら毎日投稿されるレジスタンスの動画が一日の楽しみになっていた。そんな時ふと思ってしまった。僕もこんな風になりたい。たった一本の動画が誰かの楽しみになって、支えになって、夢になって、誰かを笑顔にする。レジスタンスが僕にしてくれたように、僕も誰かを笑顔にしたい。そんな存在になりたいと本気で思った。これが僕が YouTuber になるきっかけになった。僕はずっと運が悪いと思っていた。時代が、環境が運が悪いと思っていた。でも違った。一番悪かったのは自分自身だった。現状を受け入れ、変わろうともせず、ただ日常を過ごしていた自分のせいだった。今だからこそ言える。俺は運がいい。たまたまレジスタンスに出会った。たまたまカードゲームをやっていた。たまたま信頼できる友達がいた。ずっと自分を信じられなかった。何の価値もない自分自身を信じることができなかった。でも、この気持ちだけは信じたいと思った。この夢だけは信じないとダメだと思った。この夢を押し殺したら二度と夢を追うことができなくなる。もう自分を隠すのは
やめる。やっと見つけたんだ。人生で初めて、それに全てをかけてもいいと思える目標を。こうして俺たちは走り始めた。振り返ればこの1年、いろんなことがあった。今までにないくらい辛く、苦しく、そして楽しい1年だった。こんなに楽しい1年を過ごせるなんて、あの頃は考えもしなかった。こんなに楽しい1年を過ごせたのは、紛れもない、いつも応援してくれるあなたのおかげだ。いつもコメントしてくれるあなた、外で YouTuber ですかって声をかけてくれたあなた、チャンネル登録してくれたそこのあなた、本当にありがとう。僕たちと出会ってくれてありがとう。この動画は誰かに向けたものではない。完全に自己満だ。でもどうしても誰かに伝えたかった。あの時感じた思いをどこかに吐き出したかった。 D2 チャンネルの活動はまだ始まったばかり。俺たちはこれからも走り続ける。燃えてくれ、たぎるエナジー、震える心を忘れないように。